ネコニュー TV。 皆さんこんにちは、 TV グループの久保田美香です、はい、TV グループ清水雄一です。よろしくお願いします。ということでネコニュー TV 第7回目となりました。はい、はい、早速いってみましょう。今回ご紹介する番組はこちらです。マスターオブゼロでございます。はい、早速見ていきましょう。はい、マスターオブゼロ2015年11月アメリカネットフリックスにて配信開始されました、うん、はい、こちらネットフリックスオリジナル番組でございます、うん、はい、現在シーズン1が配信中。新しい、そうですね、新しいものですね、はい、そしてゴールデングローブ賞主演男優賞にノミネートされたことがある作品でございます。はい、はい、主役、制作、総指揮、脚本、なんと全部、うん、アジズ・アンサリーという俳優さん、コメディアンの方ですね、うん、がやっております。なるほど、すごいですね、はい、多彩な方ですね。はい、わかりました。はい、では、見どころを探っていきたいと思います、はい、こちらのコーナーです。くぼみのレコニューポイント。はい、行ってみましょう。まずは最初のポイントです、はい、こちら、仕事、家族、デート、すべて中途半端なアラサーニューヨーカーの日常が生々しい。なるほど。このドラマはですね、はい、ニューヨークを舞台に30歳の俳優の卵の、うん、男の子というか男の人が主役なんですけれども、はい、デフっていう名前ですね、うん、でその方の日常なんですけど、ちょっとうだつの上がらない、パッとしないという仕事、うん、まあ、俳優の仕事とか、うん、まあ、家族に対する思いとか、はい、デートとか、うん、女の人との関係とか、はいはい、全部こうパッとしないんですね、はい、例えばちょっといいなって思った女の子が人妻で、うん、その旦那さんにこう、はい、あのクローゼットに隠れてて旦那さんにわーって見つかって、はい、うん、だいぶキレられたり、うん、で結構そうですね、全部中途半端なところが、はい、まあ、たまに私たちのリンクするかなっていう。いや、そうですよね、結構自分のことを言われてるみたいで、はい、そうですね、はい、ドキッとするところがあります、うん、そうですね。はい、それでは次のポイントいってみましょう。こちらです。マイノリティも何のその、個性豊かで前向きなデブに惹かれること間違いなしでございます、うん、なるほどね、はい、彼はインド系の人なんですよね。そうですね、インド系第2世なんですけども、うん、このアジズ・アンサリーという俳優さん自身もインド系の2世で、お父さんがお医者さんという設定まで全部一緒なんですね。あ、そうなんだ、はい、まあ、まだまだね、マイノリティに対するいろいろ風当たりっていうのは ね、あるみたいなので、はいはい、そういうのに負けずに頑張っていくっていう、ちょっと気にしてるんですけれども、うん、それも全部笑い飛ばしたりしていて、うん、なるほどね、それは表金な、そうですね、まあ、重い話題になりがちなんだけど、こうやって笑えるといいですよね、はい、では次のポイントいってみたいと思います、はい、こちらです。個性で勝負、はい、美女、イケメンすぎない親近感の湧くキャストたち、うん、なるほどね、ございます、はい、はい、もうこれを見ていただければ分かると思うんですけれども、うん、はいはい、なんかこうリアルな見た目っていうか、うん、こうよくある恋愛ドラマとかで、はい、美女美男っていう感じではなく、はいはい、うん、本当に普通の街にいそうな感じの俳優さんたちで、うん、はい、でまたこれもマイノリティな人種が結構集まっていて、アジア系とか、はいはい、まあ、あと黒人の女の人なんですけど、うん、レズビアンだったり、うん、まあ、ニューヨークが舞台になってるので ね、 そうですね、すごい、まあ、人種のるつぼって言われますけども、うん、まあ、そういう点でもね、リアリティはあるのかなと思いますね。そうですね、はい、それでは今回のまとめいってみたいと思います。久保田さん、よろしくお願いします。中途半端でもいいじゃん、うん、ブレない自分らしさを大切に、うん、なるほどね、いいですよね、はい、はい、まあ、いろんなところにデートに行ったりとか、うん、お仕事の俳優の仕事とかするんですけれども、うん、はい、まあ、インドなまりをやってくれって言われたりして、はい、それはもうできないと、うん、自分はアメリカ人なのでできませんっていう感じの、うん、軽い、常に自分自身でいるので、なるほどね、はい、なんかマイノリティであることも全部受け入れて、受け入れてね、あんまり深刻に考えすぎずに、そうですね、むしろ生かしてこうぐらいの感じでやってるということですかね、はい、もう中途半端な自分でいいじゃんっていう感じですね、うん、なるほど、まあ、日本の人もね、いろいろ留学したり、はい、転勤したりでね、海外に行く人も多いと思うんですけどね、そうですね、すごい、まあ、参考になりますよね、ある意味。ところでこのマスターオブゼロっていうこのタイトルはどういう意味があるんですか。そうですね、はい、マスターというのが、まあ、達人っていう意味で日本語でも使ったりしますよね、うん、はい、でゼロっていうのがもう本当に何もない、うん、はい、ゼロの何もない、取り柄がない、そうです、うん、達人ということで、はい、まあ、アメリカの英語のことわざみたいなところから取ってるみたいなんですけど、なるほど、まあ一言で言ったら中途半端ですね、なるほどね、はい、
っていうのがタイトルになっちゃうっていう。なるほどね、はい。まあ、こんな人でもこうなんかドラマの主役になれちゃうっていうところが画期的かなと思いますし、まあこういうマイノリティの方の、あの人種の方を主役にしたドラマって非常に珍しいので、あ、うん、そういう意味でもこういろいろ注目されてるのかなと思いますね。さすがネットフリックス、ね、うん、そうですね、はい。マスターオブゼロはネットフリックスにて好評配信中です。はい、ということで見てまいりました、マスターオブゼロですけど、久保田さん的にこの作品はどうですか？そうですね、うん、私も主人公と一緒の30歳で、はい、アラサーなんですけど、なるほど、あの自分自身でも自分が中途半端だなっていうふうに思っているので。そうなんですか？そうなんですよ、うん、であと前に芸能のお仕事をしていたので、はい、オーディションのシーンとか、うん、その彼がマスターオブゼロなのに堂々とやっているところを見て、うん、はいはい、うん、あ、こういう手もあったんだっていう。なるほど、今になってもっと早く見とけばよかった。そう、早く見とけばよかった。なるほど、なるほど。そうですね、僕もあの海外とか行って、まあ、結構、まあ、あのこう萎縮しちゃうっていうところがあって、やっぱり、まあ、アジア人であり、まあ、かつその男性ってあまり人気がないので一般的にアジアの男性は、なんで、うん、結構パーティーで寂しい思いしたりとか、そういうこともあったんですけど、まあ、そういう意味でもこれを見て、ね、もっと自分らしく振る舞えばよかったかなっていうふうにはちょっと勉強させられますよね。はい、空気とか噛まない方がいいですよね。はい、そうですね、うん、まあ、自分らしくということで、はい、はい、という作品でした。はい、ということで、レコニュー TV お送りしてまいりました、はい、いかがでしたでしょうか。ぜひ次回もご覧になってください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。さよなら。さよなら。はい、皆さん、レコニュー TV いかがでしたでしょうか。私たちはこれからももっともっと新しくて面白い海外ドラマを紹介していきます。はい、ぜひ見逃さないように TV グループの YouTube チャンネルを登録してみてください。リンクは下の説明欄にあります。ぜひクリックして登録してみてください。登録してね。